うますぎ。いやー、うまい。作ってこう。切りづらい。ヤバジルのハーブの香りが漂う。カプレーゼ。Black pepper and Caesarea olive oil and finally grated cheese. Is amazing. Hers food is the best in the world. やってます。うまっ。おいしい。Thank you.
プレーゼって天才だと天才だと思う。考えたい人。ちょっと一休憩だな。って言っちゃった。塩っぽくて甘いピーティーな感じがね、なんかこれを朝飲むと、なんだろう、こうあざとさ、朝だけど許してみたいなあざとさ、許すよみたいなあざとさ、とにかくねクールで上品で美味しい。卵をね、卵だいぶ放置してた。ありゃ、おお、いい感じ。おお、いい感じのゆで卵。感じ。いや、いや、熱い熱い。小さな罪悪感。わあ。燻製マヨネーズ。熱い。これで良いか。良いかな。
全体的に硬派に飲めるんだけど、オレンジみたいなフルーティー感もあって遊び心があるというか、毛先を遊ばせてますみたいな。2500円、もうちょっと高かったかな、でも3000円いかないくらいで買ったんですけど、まあ、そう考えるとコストパフォーマンスは良いのかなって思う。タクチビル噛んだ。マヨネーズもうちょっと入れよう。ポテサラの適正マヨネーズ量がわからん。だけどあればあるほど美味しい気がする。じゃがマヨも美味しいしね。もはやマヨネーズだけでも美味しいから。あ、うまっ、これだ。あー、めちゃくちゃ良い。うまほら、デストロイリーセレクトナンバーワン、いただきます。繊細で優しい味、青りんごとかのフレッシュなニュアンスもあって、控えめな女の子みたいな、そういったね、なんかおしとやかさというかニュアンスがある気がする。美味しい。微笑み約束品質。
バジルが多い。うますぎ。おいしい。ごちそうさまでした。めっちゃなんかいっぱい。要は満足じゃ。